今回はですね、第二次世界大戦のお話、功罪について触れておきたいと思います。まあ、と申しましてもですね、第二次世界大戦全体ではなくて、太平洋戦争とかの大東亜戦争と呼ばれている、地域、要は日本とアメリカの戦線ですね、についてお話ししておきたいと思います。で、結論から申し上げるとですね、太平洋戦争は あってしかたがなかった戦争だと思います、私は。はい、一般的にはあんなのを起こすべきではなかったっていうふうにお考えになっていらっしゃる方が多いですけど、私はあってしかたがなかった戦争だと考えてます。はい、っていうのなんでかですね、大きく2点ございましてですね、1点目が当時地球を席巻してた白人国家の植民地状態だった地球を、その白人 の支配体制から解放に導いたことですねが1点と、まあ、もう1点は現在の日本が経済大国、まあ、残念ながら中国に抜かれて転落しましたけど、ちょっと前までの日本が経済大国になれたのはあの時負けたおかげだからだと私は考えてるからですね。はい、これについてちょっと詳しくお話を触れておきたいと思います。当時戦争の判断に踏み切った政治家の方たちとか、海軍陸軍の方たちの心が正しかったかどうかの話ではないですよ。そういう話ではないです、なんですけど、当時戦争に踏み切ったことによってですね、で日本がアメリカと戦闘を開始しましたと、当時の地球は、力を持った白人国家ですね、ヨーロッパ のスペインだったりイギリスだったりポルトガルだったりオランダだったりですね、そういった国たちの植民地にアジアがあふれ返ってましたから、おそらく完全な意味での独立をしてたのはもしかしたら日本だけだったかもしれないですね。隣の韓国も中国も完全に独立できてるとは言い難い状態でしたから、白人国家の支援を受けないと立ち行かないような状態でございましたからね。なのでそういった意味では完全に外国の支援を受けることなく自主独立を保っていられたのは当時は日本だけだったと考えますので、なの でそういった状態をですね日本がアジア全体を憂いてですね、せめてこの黄色人国家も自主独立をできるようなようにというふうに考えた方もいらっしゃったみたいですね。日本の政治家の方たち全員がそう考えてたって言いたいわけじゃなくて、そう考えてた方もいらっしゃったでしょうし、太平洋戦争を踏み切った判断の中に領土的野心があった方ももちろんいらっしゃったと思いますけど、まあ、ただ結果としては日本がアメリカと戦闘して負けてですね、でそれを見て奮い立った黄色人種がアジア各地で独立をもぎ取ったというのもこれまた事実でございますから、特にインドのパール判事なんかは明言してますからね、東京裁判の後に回顧録かなかなんかで、日本がアメリカと戦争を始めてくれたおかげでインドの独立がうん十年早くなったとかですね、そういった言葉を残しているぐらいですから、黄色人、同じ黄色人国家の日本が大国アメリカと途中まで優勢に戦ってたわけですから、それで勇気づけられた黄色人国家がじゃあ俺たちも独立しようと考えたのは結構たくさんあったみたいですね。だからそういった黄色人国家が独立するきっかけになったのは間違いなく太平洋戦争、大東亜戦争ですね、だったと思いますので、第二次世界大戦の日本太平洋戦線が、寄与しているんじゃないかなと思います。でもう一点ですね、まあ、最近中国に抜かれちゃいましたけど、ちょっと前まで日本は経済大国世界で2位でしたね。で、そういった高度経済成長期を経て日本が成長した大きな要因にですね、軍事費に予算をあまり割かなくてよかったというのは大きいと思います。これ歴史シミュレーションゲームとかもしやられてる方が見えたら分かると思うんですけど、軍備にお金割かなくてもいいってすごい経済発展しますから。お隣の韓国もそうですね、ハンガンの奇跡と言われてるんですかね、予算をすごくつぎ込んだらすごく経済発展したって言ってましたけど、そりゃそうですよ、予算つぎ込んだら発展しますよ。なのでその予算を軍備に回すことなくアメリカさんに守っていただくということでですね、国民 の国家予算を軍備にちょっとしか割かずにですね、経済にかなりジャブジャブつぎ込んだらそれは国発展しますから、私たちのお父さんお母さん、おじいさんおばあさん、ひいおじさんひいおばあさん世代の方の努力ももちろんありますけど、予算をそっちに、軍備に回さずに経済に回せたというのもすごく大きくありますから、アメリカさんに守ってもらったおかげで、日本が発展したっていう側面もありますから、
まあ、物事っていいことばっかじゃなくて、アメリカさんに守ってもらった弊害ももちろん出てきてますから、まあ、当時 GHQ はまた日本が強力な敵国にならないように、強力な自主独立をしないようにっていうのをちょっとそういうつもりはあったでしょうから、なのでそういった日本に悪い習慣なんかも当時の GHQ さんのおかげでできちゃってるところもありますから、自分戦うことをあまりにも毛嫌いする国民性になってるとかですね、自分の身を守るために戦うのは至って地球上の通常行為だと思うんですけど、そこに関しては日本はちょっと平和ボケしてるなと私も常に、ね、感じますので、なのでそういった悪影響なんかもあるんですけど、まあ、ただ経済発展できて地球に名だたる大国にのし上がれたのは太平洋戦争で負けたおかげじゃないかなというふうにも考えてますので、なのでこの今申し上げた2点ですね、地球上を席巻してた白人国家万歳状態だったのを地球を脱却させたことですね、というのと日本が経済大国になれた要因になったことですね、この2点で、第二次世界大戦の、太平洋戦争ですね、太平洋戦争が、私は、まあ、あってよかったは本当に言い過ぎですね、やっぱりあって仕方がなかった戦争だったなと思います。で、かなり反論をたくさんいただきそうな意見を述べたと思いますので、むしろ反論コメントに書いていただけると私も次の動画を作る励みになりますから、どしどしコメントいただければと思います。じゃあ今回はこの辺で、さよなら。